式なので、まもなく。あと子供らが完了してます、ね、週も前に出てさっき言うよりも前に出てあった朝礼の目の前からお客さんとやってそのまま話してくださいそのまま座せてください若林小学校 PTA それから親父の会を中心として、たくさんの方の熱意そして、ご参与をもって、実現しております、ぜひお楽しみいただきたいと思っています、こちらの方も早速ね若林小学校プロジェクションマッピングということで、映されてますけどもねどんな、映像が映されるか私も今から本当に、楽しみにしておりますぜひ、皆さんと一緒にね、貴重な映像を体感したいと思っております。実を言うと、今日は8月10日でお盆の入りなので、どれぐらいの人が集まるのか大変心配しておりましたけれども、かくもこれほどに、若小愛に満ち溢れた人に集まっていただきました。本当にありがとうございます。イエーイ。では、結びにですけれども、今日、この会に、ご参加いただきました皆様にですね心から感謝申し上げますとともに、間もなく進行に移転しますけれども、引き続き若林小学校、見守っていただきまして、盛り立てていただきますよう、お願いしまして校長の挨拶とさせていただきます、本日はどうぞよろしくお願いしますありがとうございました、はい校長先生ありがとうございました続きまして、今回のイベントの主催でもあります若林小学校 PTA 会長の長谷川さん一言もらっていいですかお願いいたしますイエースはい皆さんこんばんはこんばんは今日は、ご来場いただきありがとうございますこんなに多くの人が来てくれるとは、ちょっと思っていませんでしたはい、若林小学校 PTA はこの、旧校舎ここの校舎が、取り壊されるということで皆さんが、たくさん学んだ校舎、現在の生徒そして卒業生そして地域の方々に愛されたこの校舎がこの先10年先20年先とみんなの心に残るようなイベントをしたいと思ってこの企画を親父の会の皆さんと一緒に、企画しました今日のこの日を本当にこの先10年先20年先、思い出してくれたらとても嬉しいと思ってますまた、今回のこのプロジェクションマッピングに関して全力で
映像を作ってくれた映像チーム、そして、音響チームの皆さん、ありがとうございます。それでは皆さん、これからのプロジェクションマッピングを楽しんでください。その前に、みんなで、若林小学校の校歌を歌ってみたいと思います。いいですか？では、音楽お願いします。
イエース。はい、イエース。これで終了になります。イエース。これに開催に対しましてご寄与いただいた方のお名前今こちらに出させていただいております。誠にありがとうございました。このギブのエンドロール終わりで終わりとなります。第1回目これ終わりましたらですね、学校北門の方にお迎えいただきたいと思います。ちょっと道遅いんですけど、北門の方から大変外でお待ちになられている方もいますので、1回北門からご退場いただきまして、もう一度見られる方また列の方にお並びいただく形になります。誠に申し訳ございませんが、ご協力お願いしたいと思います。Yes.